船岡栄之助は日本の医師、医学者。医界は生後医。君党は君後党。学位は医学博士。第三高等学校医学部教授、岡山医学専門学校教授、岡山医学専門学校校長事務取扱い、岡山医科大学医学部教授などを歴任した。1861年5月9日、武蔵国にて船岡修介の長男として生まれた。 周助は武士であったが、明治維新後は、士族となった。栄之助は、医学の道を志し、帝国大学に進学し、医科大学にて学んだ。当時の帝国大学は、文化大学制を採用しており、学内に、文科大学、法科大学、理科大学といった文化大学が設置されており、医科大学もその一つであった。大学の同期には、後に、 岡山医学専門学校で同僚となる筒井八百、玉村がいた。1889年、帝国大学医科大学を卒業し、医学士の称号を取得した。大学を卒業した、翌年の1890年4月には、船岡家の家督を相続した。その後、役首相として、小沢役補を経営していた小沢良保の次女と結婚した。1899年10月、 旧制の第三高等学校にて医学部の教授に就任した。第三高等学校においては、主として生理学を講じた。1901年9月、生理学の研究のため、ビルヘルムに世地生下のドイツ帝国に留学した。1908年5月、医学博士の学位を取得した。大日本帝国に帰国後は、旧制の岡山医科大学の教授に就任した。 なお、岡山医学専門学校の校長である筒井八百、玉が亡くなると校長事務取扱いに就任し、藤田秀太郎が公認の校長に就任するまでの間、学校の陣頭式を取った。その後、岡山医科大学が新設されると医学部の教授に就任した。なお、従来の岡山医学専門学校は、岡山医科大学に関され、付属医学専門部として改組されたが、 そちらの教授も兼務した。専門は医学であり、特に生理学に関する研究に従事した。また、1890年代に発表された、断食についてという論文も残されているが、これは2000年代になって、小石川前、次が編纂した、断食の民族学に収録された。栄之助が隠居後に住んだ邸宅が、京都工芸繊維大学のキャンパス内に残されている。 母屋は解体されてしまったものの、離れはそのまま残されている。なお、京都工芸繊維大学では、離れを一時的に外国人教師の宿舎として活用していた。細田康史の逸夫であった、船岡正吾を養子に迎えている。正吾は、京都帝国大学医科大学を卒業し、栄之助と同じく医学者となった。後に正吾は同じく医学者であった。 鈴木文太の三女と結婚し、母校である京都帝国大学の教授に就任している。妻の父である小沢良保は、藤代三右,右衛門の自主として生まれたが、小沢良介の娘と結婚し、良介の養子となった。良保の老いである小沢豊田は、大駒平良後の次男として生まれたが、良保の長女と結婚し、良保と養子縁組もしているため、豊田は、 両方の娘婿、及び、養子でもある。その後、豊田は、両方の家から分家しており、両方の家督は、両方の長男である、小沢良介が継承している。良介も薬剤師であり、東京府東京市牛込区くつくど八幡町の、小沢薬婦を継承し、小沢総本店と称していた。良介の長男に、小沢長安がいる。また、トヨタの長男の小沢良太も薬剤師である。 両太は、千葉県の政治家である、重城隆の長女と結婚し、トヨタの家督を継承した。両太は、公明会社である、小沢商店の代表に就くとともに、株式会社である、東京医薬の社長に就任した。トヨタの次男の小沢と弱と三男の小沢豊さんは、それぞれ分家している。また、トヨタの四男に、小沢豊四郎がいる。 トヨタの長女の夫である小沢博士は片岡義道の三男であるが結婚を機にトヨタと養子縁組をした上で後に分家している。博士もヘアカラーリング剤の製造に関する特許を持つなど医薬品や化粧品に関する事業に従事した。トヨタの次女の夫である小沢海作は根岸シ警察の三男であるが結婚を機にトヨタと養子縁組をし、 後に分家している。改作も薬剤師として薬局を経営した。ありがとうございます。